バトネクニチやっていきます。今日はランクマッチで総当選サンクキングダムです。使う機体はいつも通り100式です。戦闘エリアに侵入、警戒を厳に。作戦を開始します。敵部隊を確認。敵いないですね。開いた。支援要請です。支援要請です。敵機撃破。おーい、いいですね。ファーストキルもらいました。ランナーゼロ、リロード中。味方かな。チャージしてた。残弾ゼロ。あれ絶対バズーカ当たってるはず。まあ、バズーカ当たってたらタックルしなかっただろうから、ありがたいっちゃありがたいですね。オーバーヒート。リロード中。味方が敵機を撃破。よし、他のやつに気づかれなかった。支援要請です。すごい。敵を支援要請です。味方が敵機を撃破。残弾ゼロ。敵を連続撃破。そ、味方が敵機を撃破。助かった。敵戦力残り 50% です。一応シルバーへのプロモーションの、何戦目だったかな、4戦目だったかな。支援要請です。味方機がやられました。残弾ゼロ。損傷増加。痛い。誰だろう、マシンガンやってきやがったのは。味方機がやられました。あなたに残弾ゼロ。損傷甚大。もう持ちません。落ちとこうかなと思うぐらいのダメージ量です。味方が敵を撃破。味方が敵を連続撃破。スラスター、オーバーヒート。まだ3500も4は余裕がありますからね。味方が強いです。すごい。敵を次々撃破している味方がいます。残弾ゼロ。リロード中。損傷警備。痛い。あれ、一人消えた。消えましたね。味方が敵を撃破。嘘。味方が次々やられています。味方機がやられました。残弾。味方を連続撃破している強敵がいます。損傷増加。味方機がやられました。あれ、耐えらんなかった。隊の戦力残り 50% を切り、味方が敵機を撃破。耐えらんなかったですね。さす。支援要請です。ゲージがゼロになってるから。マシンガン、ビームマシンガンじゃない、ビームガトリング、凶悪になってますね。やりました。ゲージがゼロになると攻撃力が3倍になるんですよ。ただしその分リスポーンに時間かかったり、ヒットポイントが半分までしかなかったり、回復しなかったりするんですよね、リスポーン時に。ただ3倍ですから凶悪ですよね。今回の戦闘結果です。いなくなっちゃいましたね、この方。まあ勝ったんで2番さんと、しょっちゅう戦っての10番さんだったんですけど、この方フレンドなんでね、それにリスペクトいただきましたし、あげましょう。見事シルバーに昇格しました。今回の戦闘報酬です。ハイスラスター欲しかったんだ。でもまだ7つしかないですね。では評価とコメントよろしくお願いします。あとチャンネル登録まだの方、できればお願いいたします。お疲れ様です。またよろしくお願いいたします。